はい、じゃ今日はグレの中の32分音符についてお話ししていきます。まずは四分音符です。まあ、下に音符を書きます。でこれピッていうクリックの中に1回叩きます。はい、次8分音符です。8分音符はピッて中に2回叩きます。まあ、タッタタッタ1212って叩きます。で次16分音符です。16分音符はおにぎりっていう形で4回叩きます。はい、まあ、本当はなぞなぞを出したいところなんですけど、まあ、動画を撮ってるんで答えもすぐいっちゃいます。32分音符、この旗の数が3つになります。はい、これが32です。そうすると今度ピッて中に実はこの並びで来ると8回になるんですね。ピッピッてなってる中で8等分すれば32分音符ができます。ちなみに余談ですが、旗がもしこれ1234本になると4本になると64になります。はい、まあ足し算みたいなもんですよね。まあ、正確には割り算的な考えにはなるんですけども、32+32は64みたいな。そしてこっちは16回叩きます。はい、理論上64+64128みたいな理論上はいっぱいあるんですが、まあ叩きません。まあここまで一応書いておきましょうか。大変だよこれ、1234、羽みたいになります。もうなので理論上いっぱいできるんですが、まず叩けないですし、多分人間が聞き取れられないかもしれません、あんまり早すぎると。はい、もうなんだろう、多分タッタッタッタって音じゃなくてビーって音になると思います。はい、じゃあ、実際じゃあちょっと叩いてみます。じゃあちょっとパッと持ってきますね。よし、ちょっと低くします。よいしょ、ちょっと光で見えなくなっちゃいましたが、まあ、自分とか見えるんでそのままにしちゃいます。はい、あ、メトロノーム流します。メトロノームはちょっとゆっくりめに流します。じゃあちょっと50ぐらいでいきましょう。テンポ50です。遅いですね。はい、これがテンポ50です。まずじゃあ四分音符です。せっかくなのでちょっと一緒にやってみましょう。大きく、じゃあ四分音符です。これに合わせて、お、上手ですね。はい、これが四分音符ですね。ピッて中に1回叩きます。今度8分音符いきましょう。3、はい、1、2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 、
ぎりおに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 ぎり、いいですね。じゃあ次が問題です。これを8等分します。そうそう、32文字。これが32問目です。おお、はい、ありがとうございます。で、これ1234567 8って言うとすごい大変なんですね。なので、32問目1234567 8、ちょっとクリックになっちゃってますが、そのまま解説します。まあこんな風に書きます。で、ここのタイミングは実は四分音符と同じです。なのでクリックはここ1個目と合います。そんな感じです。で、この中には一応8分音符も隠れてまして、こことここなんで4つっていう風に分けると、ここが8分音符と同じタイミングになるんですね。なんでおすすめの取り方、まあ、いくつかあるんですけど、まず8分音符で区切ります。で、これからおにぎりを2個にします。おにぎり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 って取ってあげると、実は32分音符8等分できます。おにぎり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 、はい、これが32分音符です。まあ、さっき32問符やってもらったんですけど、せっかくなんでちょっとこれに挑戦してみましょう。まあ
テンポ今50なんでできるんですけど、まあできると思いますが、普通できません。まあ速さ、まず32分です。おにぎりおにぎりおにぎり、この倍です。2倍の速さで動いてます。これ先生もちょっとラブドストロークっていう1回の動き2回叩くっていうのを使っていますが、64ボップです。あ、シングルの叩けた。あ、でもつらいね。でね、ビンって中に16回叩くっていう、まあすごい技ですね。はい、無理ですもんこれ。その場合。まあ理論上は存在しますが、もう聞き取ることさえも難しいと思います。なんで、今回のグレードはこの32ボンプ今50です、ちょっとずつテンポを変えて、じゃあ32叩いてくださいっていうんで、ちゃんとおにぎり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 って取れるようになれば合格にしたいと思います。以上となります。